呪いはともかく良い弓のようだ。お気をつけくだされ。かの弓は求めるものを闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を静めるため、内常公は海辺へ行き、青い紫陽の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。 講師が言っていた青い紫陽、この近くだ。妙だ、あの岩、隙間が。 弓を探すな。死ぬことになるだ。 天狗の面をかぶっておった。それにあの戒め、油断はできんな。
また青い花、また青い花。青い花が咲く山か。弓はここに違いない。顔をするな。さもなくば対馬が滅ぶ。何者だ。何を言いたい。ではないと思え。弓を追うでないぞ。青い花、この方向だ。そこだ。ウチツネの超級。ここはどこだ。その弓を持てば
最後まで死に取り憑かれることになるぞ。猛虎を倒すことが先決。呪いは狐の呪いか。